交渉は完全なステイルメイトね。今日はどうするの？今日はこれからボイストレーニングに行って、それからエステね。明日はジムに行くわ。問題解決の方向とは違うようだけど。逆境だけでビオレッタやジュリエットになれるわけではないわ。